様こんにちは、矢野義明です。今日はウクライナの最新の情勢からご説明をします。で、今年に入りですね、ロシア軍が本格攻勢に入ったということが、これまでお話ししてきた通りです。でまたハリコフ北部からですね、新たにロシア軍が攻勢をかけている。これが今進行しているわけですけれども、まず従来からの州作戦正面である、そして今でも実は州作戦正面なんですけれども、東部ドンバス地域がどういう状況になっているかということなんですが、ウクライナ側はですね、ハリコフを守るということで、東部ドンバスの地区の予備隊、また西部ウクライナに残していた予備隊も含めてですね、ハリコフ正面に集中していると。でそのために特に東部ドンバス地域ではですね、配備兵力が減ってしまって、あちらこちらに隙間ができていると。陣地があるものの、それらに配兵がいないという状況が生じています。でそのために、ですね、例えばアウディエフカが2月、陥落をしましたけれども、その後ですね、ロシア軍は西方に、西の方に向かってさらに進撃を続けているわけですが、一つの地形上の要点としてですね、南北に流れる、運河というか川があるんですけれども、この川の線でですね、一つの防御ラインが作られていたんですが、その要点の橋がですね、地雷原も置かれていなければ配兵もないということで、ロシア軍の偵察部隊がですね、たまたま状況の偵察に行ったところですね、地雷もなく、また渡河をしてもですね、橋を渡って、西岸に出てもですね、何も抵抗がないと、配兵もなかったと、こういうようなことが起こっています。で、これが一例ですけれども、他の正面でもですね、ノボミハイロフカという、これもドンバスの西側にある要点ですけれども、ここの正面もやはり、ウクライナ軍の配備の隙をついてですね、迂回包囲をして前進を続けてますし、また南部のザポリージャのロボティネというところがありますが、ここは昨年の攻勢でですね、ウクライナ軍が唯一陣地戦をに接触をして一部突破をしたと、こういう証明だったんですけれども、これも押し返されてですね、で今両翼から包囲されているという状況だったんですが、これがさらに包囲が進んでですね、北上をしつつあるというような状況になっています。それから同じく東部ドンバスの北の方でもですね、ピアンスクとか、そういった領域があるんですけれども、これらの正面でもですね、同様に徐々にではあるわけですが、ロシア軍の方がだんだんと占領地域を広げていると。したがって、東部ドンバス全域、さらに南部のザポリージャを含めてですね、ロシア軍が徐々にこう着実に占領地域を広げつつあるというのが現在の状況です。で、最初言いましたように、ハリコフ正面の守備に、予備部隊を転用しているということもあってですね、さらに抵抗が弱くなったということで、進撃速度も上がっていっていると。で依然としてロシア軍の主力はですね、この正面に約50万人以上集結中ということも言われていてですね、戦力の優位を確保して、次第に占領地域を広げているという状況です。
それから北のハリコフの方はどうなってるかというとですね、まあ、2正面でハリコフの北とそれよりも少し、ドンバス寄りの東側の2カ所で、侵攻が行われてですね、で間に少し間隙があるわけですけれども、まあ、この間隙部を狙ってですね、ウクライナ側はロシア側の約2倍から3倍程度の戦力を集中して、反撃、まあ、専門的には逆襲というんですけれどもに出ています。ところがですね、これについてもよきに、反してというか、まあ、ロシア側から見ると、まあ、大物棒ということになるんでしょうけれども、わざとですね、ロシア側は兵力劣勢で地域を捨てて、一旦占領した地域を捨てて下がったというように見せかけてですね、この間隙部に誘導をすると。で、そこにですね、濃密な火力集中地帯を準備しておいてですね、で、ウクライナ軍が入ったところで、これに対して一斉に集中火力を浴びせると。でそれで甚大な損害を与えると、まあ、こういうような戦法を取っています。でこのようなやり方はですね、昨年のウクライナ軍の攻勢の時にですね、まあ、6月の初めから始まって11月末ぐらいまで続いたんですけれども、この時に再三取られた戦法なんですね。一種の火力集中地帯の罠を設けておいて、地形を犠牲にしてですね、負けたようなふりをして一回下がると、そこへ勢い込んでウクライナ軍がなだれ込んだところにですね、火力を集中して、撃破すると、で大損害を与えると、まあ、こういうような一種の火力消耗戦をやってきたわけですが、今回もですね、このハリコフ周辺で同じようなことが起こっていると。でやはり、撤退しようとしてもですね、後方に散布地雷をロケット弾で撒いたりですね、あるいは後方の河川とかの障害があればですね、ここに徹底的に、もう撤退もできないように封じ込めてしまうというような、まあ、やり方をしてですね、そのためにウクライナ軍が、まあ、わずか1週間で1個大隊が壊滅をするというような損害を受けたというように、まあ、米軍の情報ですけれども、流れております。したがってですね、ハリコフ正面の攻勢にあるいは逆襲にですね、なけなしの予備隊を集中してですね、まあ、出たわけですけれども、しかし、損害をかえって、招いてしまったという結果になったというのがですね、このハリコフの正面の戦いだということになります。で、これまでですね、NATO 諸国で、訓練をしていた約2万5千から3万数千名ぐらいと言われてますけれども、その兵力をですね、現在ウクライナは予備隊としてその中核戦力としてですね、まあ、投入をしているんですけれども、それ以外の数万の兵力というのは、これも以前お話したようにですね、老年の兵員であったり、あるいは少年兵とか、女性もいますし、まあ、最近はですね、強制的に、徴兵をした新兵をですね、ろくろく訓練もせずに、まあ、戦場に投入しているということも言われていて、中にはわずか1日で、銃だけ与えられて、前線に配置された者もいるということも言われています。でそのために、先ほどお話したようなですね、ほとんど抵抗もしないで陣地を明け渡したり、あるいは銃で、迎え撃つということすらできない、地雷原の巻き方も起爆の仕方もわからないと、まあ、こういったような状態でですね、非常に、まあ、一部のウクライナ軍の部隊の訓練水準がもうほぼ素人同然という状況にまで至っています。でしたがってですね、そういう新兵はほとんどが、まあ、3日程度しか生存しない、前線に送られたらもう砲弾の餌食になってしまうと、まあ、これは昨年の段階でもですね、こういうことが何回か指摘あったんですが、まあ、今回のウクライナ側の逆襲ではですね、まあ、こういう状況が、まあ、多発していると
というふうに今言われているわけです。これほどですね、ウクライナ側の、まあ、予備戦力含めてですね、人的なパワーがもう枯渇をしつつあるというのがですね、現在の状況だと。で、ウクライナの側でもですね、情報総局の副局長が、まあ先月言ってますけれども、もう装備もないし弾薬もない、で兵員もいないので、これ以上はもう戦い続けることはできないと、話し合いによって決着を図るしかないということをですね、まあ、ウクライナ側が自ら認めざるを得ない、こういう状況にまで至っているということです。でこういう状況の中でですね、つい、先日も報道があったんですけれども、例えばマクロン大統領がですね、ミラージュ2000を新たに、ウクライナに供与するというような話も出ています。で他の島嶼国もですね、F14 とかそういった戦闘機を供与することを約束してるんですけれども、しかしこれもですね、今年の夏あたりから、まあ、訓練を始めて、そして、まあ、ウクライナのパイロットを養成するというような状況ですから、これではですね、まあ、どんなに急いでも来年になってしまうということになります。今年に入ってですね、アメリカ議会で揉めに揉めた、そのウクライナを含む953億ドルの緊急の軍事支援予算についてもですね、ようやく成立はしたんですけれども、これがですね、実際に戦力としてウクライナに送り込まれるのはですね、やはり来年以降になるということで、今年いっぱいこのウクライナが持つかどうかということが今大きな焦点になってきているということです。今日はこれで終わります。